MCT オイルと味が似てる。攪拌したら匂いも似てる。アマニ油の魚っぽさが消えてる。攪拌したら。え？朝のコーヒーずっと飲みたかったのよね。いや、朝のバターコーヒーか。これバターじゃないけど油コーヒー、オイルコーヒーですね。うん、もう久しぶりの感覚。うん、いい感じ。うまいな、クリーミーな感じ。とりあえず走ってきました。アマニ油今朝から 20g 取ったんですけど、今11時ぐらいなんですよ。とりあえず今回はね、グリーンスムージーで久しぶりにキウイも買って、置いといたままだったから、まだ硬いから全然 OK で、バナナも一緒にね。で、アマニ油ですよ。はい、もう今までの自分の生活と全然違う。タンパク質が今これゼロだからね。まあ食べるけど普通に後でね。はい。まあとりあえずアマニ油を 100g 1日ノルマがあるわけですから、グリーンスムージー飲む系でね、ちょっと行きたいと。20g ぐらいかな。ちょっと やっていきますよ。バナナ。バナナ 84g。キウイ 62g、60g。85と60。小松菜、ジャンボ小松菜です、これ。ほら、1本でこんなでかい。小松菜。で、123g。お、それで、豆乳を。豆乳が100。106だけど100でいいや。はい。んで、アマニ油を入れます。20g。はい、できたー。飲みます。久しぶり、このトロトロすご、グリーンスムージー久しぶり。うん、お、おいしい。うん、小松菜の量が多いけど、甘さはちょっと控えめで美味しいですね。よっしゃお、もうなくなる。1本 20g で、これに糖質ゼロ麺。おー、アマニ油の匂いがめっちゃいい匂い。アマニ油とアマニ油どっちで呼んでますでしょうか、皆さん。俺はアマニ油って呼んでんだよな。アマニ油どっちも呼んでんか。よし、いただきます。油そば。うん。うん。うん。味が薄い。次は、バジ。やっぱ糖質ゼロ麺はね、うん、普通のこんにゃく麺と比べて全然違うわ。美味しい。普通に麺食べてるみたいだもん。おからが体に合う方にはすごくいいね。俺は微妙に合わないがちなんだけど、少しだったら大丈夫。
うん、うん、脂すごい。脂ってほんと旨味成分ですね。うまいうまい。甘乳を何にかけてもなんか、あ、何にかけてもじゃないな、甘いものはダメだって言ったの、そういえば。やべえ、もうた食べてる。刺激的な辛さのサラダチキンです。むちゃくちゃ辛い。これどこにあったっけ、イトーヨーカドーにあったやつですね。まあ、セブンイレブンでも売ってるのかな。セブンイレブンでまだ売ってなかったんですけど、うん、コンビニ行ったら売ってんのかな。うん、サラダチキンの中では食塩相当量がちょっと少なめ、 1.3g。 うん、少なめ、ちょっと少なめかな。辛い、辛味噌だ。そうだ、激辛味噌だ。うん、味噌の味がしたと思った。美味しい。うん、色が違う甘煮って感じですよね。あ、色違うのかな、一緒か。一緒か。で、これはギリシャヨーグルトです。すごい、ほら、こういう感じで分離するんですよね。なんか、昨日と比べて甘煮を摂取した成果は全然わからないけど、体調いい。なんだろうな、これ。よくわかんないけど、体調いいぞ。甘煮効果だったら面白いな。うん。おう。あ、ちなみにラカントも入れました。うん。すげえ濃厚になる。おぉ。いいね。うん。だ。はい、おやつで食べます。プロテインバーとプロテインチップスですね。はい、こんな感じのものもおやつで食べている感じです。これが100キロカロリーで、タンパク質が 11g。これが200キロカロリー、230キロカロリーか。で、プロテインが 20g ですね。はい、こんな感じのものも食べているというようなところです。はい。プロテインチップス、前、売り切れてたんですよね。マイプロテインで。あ、こっちはちなみにアイハーブです。はい、コンバット。うん。こんなものもまあ、食べてますよと。美味しいんですよ、このね、バーベキュー味が。スイートチリとバーベキューがあるんですけど、こんな感じです。はい。うん。はい。おやつ。今食べるのは、カッテージチーズ、いつもの感じですね。に加えて、今ね、島村だったんですよ、スーパー行ってたのが。こんなもの見つけちゃった。カカオ度が 72% のミックスナッツ。で、原材料がチョコレートですね。まあ、カカオマスのやつですね。カカオマス、砂糖、ココアバター、全粒粉ってやつなんですけど、まあ、普通に 72% のカカオチョコ。と、クルミ、アーモンド、ヘーゼルナッツ。低糖質なナッツを集めたロカボ商品ですね。山田佐藤先生のやつね。はい。これ、良さげですよ。うん。植物油脂も入ってません。それを気にしている方は、にもいいと思いますよ。はい、どんな感じなんだろう。ちょっと見ていきましょう。ポン。こんな感じ。一袋あたり155キロカロリー。タンパク質 3.2 グラム、脂質が 12.9 グラム、糖質が 5.5 です。おー、カカオ香ってる。うわ、すごい。こんな感じ。こんな感じです。あ、これで155キロカロリーです。くるみ1個、あ、2個、3個あった。これがヘーゼルナッツ。超うまそうなんですけど。ちょっと戻して。ヘーゼルナッツのやつが一番珍しいから、ヘーゼルナッツいきます。うん。うん。おう。うん、美味しい。ああ、でも 72% か、ちょっと甘い感じは。確かに、あ、するね。うん。全然 88% より甘いね。全然甘い。うん。はいはい。でも 88% のやつはね、これでミックスチョコのやつなかったから、ナッツのやつはね。はい。で、これで今、カッテージチーズのやつは皆さんもう作ったことがあるの、見たことあると思うんで、見せる感じの必要もないかなと思ったんですけど、初めてこの動画を見る方にね、ちょっと作り方を、伝授いたします。あ、ちなみにね、
カッテージチーズはこれです。はい。OK スターのやつはもっと安いものもあります。これ340円、440円するんですよ。でも、OK スターだったら250円ぐらいかな。はい。で、とりあえずカッテージチーズ半分で、次は、まあ、アマニ油をちょっとね、油として、10g ぐらい入れちゃいましょう。で、ピュアココア。が、5g ですね、自分は。この半分に対しては。はい。これぐらいで 5g。はい、ちょうど 5g。で、この上に、天然甘味料のラカント。そして、今回は、これ、もう、発売停止のパンプキン味です。これは内容がね、ウォルデンファームとかよりもいい甘味料なんですよね。匂いがちょっと独特なんですけど。はい。これを 5g って感じかな。こんな感じでカッテージチーズは自分作ってます。はい。いつもだったらアマニ油は入れてなかったりするんですけど、うん、アマニ油を入れると、まあ、より濃厚になるかなと、はい、いう感じですね。うん。おー、久しぶりのパンプキンの感じだな。本当はチョコレートの方が美味しいんですけど、チョコレートも、もう最初に発売停止になって、パンプキンもその後に停止になったかな。ああ、やっぱ濃厚になりますね。うん。甘煮を入れると濃厚になる。でもやっぱ、ちょっと、魚臭くなるな。うん。ちょっとね、カッテージチーズスイーツとは、甘煮はちょっと、何度やってんだこれ。はい、まあいいや。そんな感じです。ドン。お昼寝する前にもう一個食べます。はい、ということで練習から帰ってきました。はい、食べるもの、これ馬肉です。黄身だけとアボカドで、これもずくと納豆で、これは今ね、これまだ開けてないやつ、分かるように置いてきたんですけど、うん、めちゃめちゃ内容いいやつですよ。添加物かそういうものが全くってことないな、入ってるのちょっとな。でもなんかすんげえ種類のね、ファスティング用の感じですね。はい、準備食みたいな感じの時に使ったりする栄養価の高い、炭水化物って感じですね。で、エビ 150g です、ちょっとかけていきましょうか。全部を美味しくする感じだから 7g ずついこうか。 7g、 7g、 まあ7でも、まあそんぐらいでいいですね。はい、食べていきたいと思います。練習終わったんで、なんかもう髪の毛が収集つかない感じになってる。はい、でこちらはね、ニンニクと醤油、ニンニク醤油にしましたよ。めちゃめちゃうまそうやん。しかも甘煮入り、もっと濃厚になってる。すごい、めちゃめちゃうまそう。いただきます。うわー、うめえ。ん、馬刺しアボカド甘煮めちゃくちゃう、やば、めっちゃうま。ん、これは今までで一番甘煮が合うかも。うめえ。これアボカドじゃねえ、間違えた、納豆もずく、はい、これはまあね、腸内環境っていう、うん、うん、ちょっと濃厚になる感じ、うん、うんうんうん、ほら一番美味しくないふうに思ったけど、うまいわ普通に。うん、うん、でこちらのリゾットですよ。油チャーハンみたいな感じ、油チャーハンじゃねえ、油ライス、オイルライス、よし、
すんごい栄養価の高い。うん、おう、うん、おいしい。豆の味がめちゃ効いてるね。うん、うん、うまい。うん、エビはどういう風に食べようかな。うん、エビをここに入れてね、エビと海鮮と馬とアボカド、森のバターと、魚だな。すんごい。うん、まあエビはそのままでいいか。ヒマラヤソルトを使おうね。うん、うん、ブラックタイガー美味しいね。ブラックタイガー高いんすよ。糖質も脂質もほぼ入ってないですからね、エビはね。優秀なダイエット食品ですよ。うん、これがめちゃんこうまい。馬刺し、アボカド、黄身、アマニ油、うまっ。あとニンニク醤油ね。やっぱ馬刺しってめっちゃうまいんだな。馬刺し、うん、馬刺しと馬刺しをオイリーにする感じがすんごい美味しい。お、エビエビ。はい、ということでちょっと今回はケトジェニックでもローファットでも、なんでもない、高栄養価でバランス食っていう感じなんだけど、バランス食よりも違うわ。やっぱアマニ油の一日のフル食っていう感じですわ。うん、だって、PFC バランスで言うと脂質が 60% で、炭水化物が 20% でタンパク質が 20% ぐらいですからね。高脂質食、金盛り式ってあるじゃないですか。あれでもないですからね。あれは断糖とかですからね。うん、その一日でしたわ。はい、まあとりあえず今これ、フル食で取りましたけど、5日間検証のうちの今、2日目です。はい、5日間検証でどんな感じになったのかっていうことをまたね、検証結果はまあ大体今このアマニ油でね試してるんで、それをまた、お楽しみくださいということでね。はい、乞うご期待ですね。はい、ということで今回の試食は終わります。さよなら。